さあ皆さん、リーディング対策いってみたいと思います。今日の全体像はこちら。まずは注目ポイントをお話しして、でその後問題演習、こういう流れでいってみたいと思いますので、頑張っていきましょう。さあ皆さん、以前お話した内容でございます。こちらをもとに今日は進めますね。さあ皆さん、今日はこちら、新形式のファクトとオピニオン、こちらの設問形式いってみたいと思います。で、皆さんもご存知の通り、ここはファクトですよ、ここはオピニオンですよと直接は言ってくれませんよね。じゃあ、なんか手がかりはあるんですかということですが、ファクト問題はこちら。数字を含んだ文章に注目してくださいね。で、数字は事実なのかということですが、皆さんの点数をイメージしていただけるとすぐわかります。ただ皆さん、この前のテストで100点中60点取りました。それは事実ですよね。ですから、数字というのは事実、今から読解する文章もそれに注目。一方、オピニオンはじゃあどんな感じですかと言われたら、意見を表す表現、それがおおむねこの3パターンに当てはまりますので、それを含んでいる文章中注目していただけますと答えが見つかります。さあ皆さん、一つ目は comment、 これは誰かがコメントしてるわけですから、そこに意見が現れております。二つ目は feedback、 これも意見ですからね。そして input、 これもさ、インプット、なんか情報を覚えるというふうにイメージしやすいですが、インプットされたものは頭の中に残ってるものですよね。そうです、頭の中にあるものをイメージしてください。意見とはそういうものですよね。そしてかっこいい、うにゃうにゃを含んでる文章中に注目、それは引用符ですよね。当然皆さん、これは発言内容ですから、人の意見が含まれてますよね。ですから、ファクトとオピニオン、こういったところに注目しながら一緒に解いていきましょう。さあ皆さん、まずは全体像を把握していただきたいと思います。皆さん、今ご覧になっていただいているのは前半ですからね。で、皆さん、後半こんな感じですからね。さあ皆さん、行ってみたいと思います。まずは問いの1番ですね。設問の指示をよくご覧になっていただいて、で、どこを記憶に残すべきか、もっと言うと、どういう表現を探しに行くのかですね。それを確定するところからお願いします。さあ皆さん、注目すべき表現はこの助動詞ウッドから右側ですよね。皆さん、思い出してくださいね。スキャニング、それの最優先とする場所は動詞から右側、ここを頭の中に入れてから1行目から読み始めると。で、皆さん、選択肢を確認するのは後でも大丈夫ですからね。さあ皆さん、こちらをご覧になっていただいて、設問の指示に該当するところ、まずはそれを見つけていただけますか。さあ皆さん、1文目読み始めると want to 出てますよね。ですから、設問の指示とぴったりでございます。ですから、正解のヒントはその右側、この三角括弧で食ったところでよろしいかと思います。 make something different、 違ったものを作る、まあ、つまり他の人と違うものを作るんでしょうが、この段階で皆さん、選択肢眺めていただいても違う話はなさそうですね。で、皆さん、次の文章を読んでいただけますと、こちら設問の指示に該当するところ、もう一個出てきますよね。そうです、文末に good という表現がありますよね。で、それがこちら would be good、 そこと対応しますよね。ですから皆さん、三角括弧でもう一回くくりましたが、 looks good、 まあ、見た目がいい料理と書いてますね。で、その見た目のいい料理が選択肢の中にあるかと言われたら、もちろんないので、当然このあたりから読み始めるんですが、その時に意識していただきたいのは、見た目のいい料理、それがどこにあるのか考えながら探しに行きますね。さあ皆さん、今見えてる状態で見た目のいい料理ですね。それが見つかるでしょうか。ちょっとなさそうですね。ですね、この後皆さん、画面をちょっと下に移動させますね。さあ皆さん、このあたりで見た目が良さそうなところと言われたら、皆さん、どのあたりでしょうか。もちろん、ここですよね。さあ皆さん、該当箇所はもう分かりましたので、ここを皆さん一読していただいて、で、その後選択肢の検討をお願いします。さあ皆さん、絵のところをご覧になっていただけますと、皆さん、あの選択肢につながりますよね。皆さん、 enjoy って言ってるわけですから、選択肢の3番、これがいけそうですよね。で、じゃあ、あとは何を楽しんでるのかということですが、 hot dish、 あったかい料理のことですね。で、皆さん、そのあったかい料理はどこに書いてますかということですが、こちらに書いてますよね。 serve hot、 まあ、温かいうちに出すんですね。で、あとは選択肢の3番の後半、寒い日ってのがどこにあるのか、
もちろんこの方のコメントのところにありましたね。寒い日にぴったり。ですから正解は3番ですよね。ですからやっぱりスキャニングですね。つまり設問の指示。そこに該当する箇所ですね。それを探し出すことを最優先。まず最初にやっていただきますと、読むべきところ、つまり注目すべきところが素早く見つかりますので、正解の選択肢まで早く到達できますよね。で、これを踏まえて次の問いの2番に行きますね。サムさん、続いて問いの2番でございます。まずはスキャニング。つまり設問の指示のどの部分を記憶に残すのか、どの部分を探しに行くのか、それをまず検討していただけますか。もちろん注目すべき部分はここですよね。動詞から右側。今回シュットという助動詞入ってますが、その助動詞の右側からで OK です。で、皆さん読んでみると、食べる準備をする。で、皆さん前置詞in がありますが、皆さんこの前置詞in の意味は何なのかと考えますと、皆さんこの選択肢見えてますのでわかりますよね。時間の in でございます。そうですね。時間の経過を表すときに in を使いましたね。つまり30分後なのか、1時間後なのか。ですから、食べるまでの準備にかかる時間ですね。それがどこなのか、頭の中に入れて探しに行きますね。サムさん、前半部分でございます。パッと見で皆さん、時間が書かれてあるところはどこですかね？もちろん最初に見つかるのはここですよね。で、皆さん、画面を少し下にずらしますね。サムさん、これでトータルの時間を考えていただけますでしょうか？サムさん、丸印で振ってみましたが、皆さん、これでいけそうですね。で、皆さん、これで全部足していただきますと50分。で、この後皆さん、選択肢をもう一回お見せいたしますね。で、皆さん、選択肢の検討をお願いします。で、50分ということですから、2番ですよね。つまり、about one hour。約1時間。そうです。50分ということですから、約1時間。ですから2番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん続いて問いの3番でございます。まずはスキャニング。つまり、設問の指示を一読して、どこに注目すべきか。それを検討していただくところからお願いします。サムさん、最優先は動詞から右側でございますので、このあたりでいけそうですね。does not like という動詞がございますので、そこから右側。ですから、まずは意識できそうなのは生の人参ですよね。それが好きじゃないという話が書いております。で、皆さん、それがどこに書いてあるのか、皆さんもう一回このあたりから一読をお願いいたします。そうですね、人参の話はここに出てきましたね。皆さん、この後画面を少し下にずらしますね。さあ、皆さん、この後どうするのかということなんですが、皆さん、ここに A と書いてますよね。で、皆さん、それがここの Make A ってところにつながっていくかと思います。ですから、このあたりを一読していただいた後、選択肢の検討をお願いします。で、皆さん、この三角括弧でくくったところ、そこで答えが出ますよね。つまり、野菜を小さく切り刻んで、オイルを熱した後、実際に料理が始まってますよね。ですから選択肢の1番。これだと皆さん人参を使ってませんということですね。ですが皆さん小さく切り刻まれておりますので、皆さん人参使ってますよね。そして皆さん選択肢の2番、スパイスの話はないですね。で、選択肢の3番すっ飛ばして4番。人参はとっても新鮮。そのような記述はないですよね。で、一方選択肢の3番、cooked。まさにこちらですよね。ですからしっかり記載がされておりますので、正解は3番ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて問いの4番でございます。まずはスキャニング。設問の指示をご覧になっていただいて、記憶に残すべきところですね。それの検討をお願いします。で、皆さん最優先は動詞から右側。ですが皆さん、今回この is ですね。ここから右側をご覧になっていただいても手がかりとなる表現がなさそうですね。で、そうなった場合の次のステップ。それが主語でございます。ただ今回はファクトと書いておりますので、実際に本文にファクトとは書いていませんからね。
じゃあどうしたらいいんですかということですが、皆さん冒頭でお伝えしたことありましたね。そうです、ファクトと言われたら数字を含んでる文章、そこを最優先で見つけに行くと。その姿勢でこのあたりから一読、そしてその後選択肢を検討、この流れでお願いします。そうすると皆さん読み始めた瞬間に10が見えますよね。数字を含んでる文章を見つけました。で、皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、トップ10に入ってるんですね。で、ウェブサイト上で評価されている料理。で、それで皆さん選択肢眺めていただきますと、もう一発ですよね。ですから選択肢の1番、ウェブサイト上で高く評価されている。まさにトップ10ですからね。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。皆さんもうわかりましたね。ファクトと言われたら数字。そこを意識しながら読んでいただきますと、該当箇所が素早く見つかりますよね。引いては正解の選択肢もすぐ見つかると。これを意識して次の問いの5番に行きますね。まずは設問の指示。その中で記憶に残すべきところ。それの検討をお願いします。で、皆さん最優先は動詞でございました。で、その動詞の右側見ていただいても、もう選択肢の中に入っちゃいますよね。ですが次のステップは主語。で、今回はオピニオンと書いておりますので、意見がどこなのか探しに行くんですが、これも皆さん冒頭でお伝えした通り、comment、feedback、input。そこが示されているところを見つけに行けばよろしいですね。で、皆さん少し画面を変えますね。さあ皆さん前半ご覧になっていただいてですね、コメント、フィードバック、インプット。それが書いてあるかどうか検討をお願いします。皆さんパッと見ないですね。なので皆さん画面を下にずらしますね。さあ皆さん文章後半でございます。探し出していただけますでしょうか。さあ皆さんこちらにありましたね。では選択肢が見れるように画面を変えますね。さあ皆さんこのタイミングで選択肢の検討をお願いします。さあ皆さん選択肢の1番、2番すっ飛ばして3番。友人の話はないですよね。そして選択肢の4番。皆さんこれもフェイマスクックの話はないですね。で、選択肢の1番。何回も作りました。それ皆さんこのあたりに書いてますよね。子供のために作りました。ただそれは事実ですよね。それ作ったという事実。ですが今回は意見を求めているわけですから、1番はダメそうですね。一方選択肢の2番、料理は簡単という話はここに書いてますよね。全く難しくないと。ですから料理は簡単だなということで、皆さんまさに意見そのものですよね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。ですからやっぱりオピニオンの問題ですね。まあ、今回はコメントというところが見つかりました。ですから今後もこういったところに注目しながらですね、探し出していただけるとよろしいかと思います。ではこの後まとめに入りますね。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さん新形式のファクトとオピニオン、どこに注目すべきかもう花から分かっておりますので、これを知って読めば回答までのスピード、それを上げることができますね。でもちろん次回以降も使いますので、スクリーンショットする方はどうぞ。ということでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。